この番組は光圀社長と社員たちが世間で話題になるであろうおすすめ情報をいち早くキャッチし皆様にお届けする番組です。走れ光圀社長。近畿大学にやってきました。よいしょ。わー、立派な大学やね、これほんまな。すごいな、これな。これなんでここ来たの、これは。実はね、僕たちが近畿大学出身なんです。うわ、母校に。母校です。母校です。錦を飾りましたか、これ。ついにやりました。ついにやりましたね、これね。近大の越智県出身で出会った2人なんで。そうなんや。完全にここがもう出会いの場なんで、はい、ほんで今日はどうするの、ここで。いや、実はですね、その近畿大学の大学の中にですね、ちょっと変わったラーメン屋さんがあるということなんで、そこにお邪魔しようかなという。いや、もうわしラーメンめちゃめちゃ好きなんや。ええやんか、もうじゃあもう行ってみようぜ。どうしよっかな。なんでやねん。おいおい、もう行くぞ、ね、お前。いいぞ。今回3人がやってきたのは近畿大学。今年で10年連続志願者数トップを誇る人気の大学。そんな近大にある何やら変わったラーメン屋とは一体どんなラーメン屋なのか。着きました。こちらが近大おすすらんかさんです。あ、ここがそうなんや、はい、ねえ、でも今日変わったラーメン屋さんって言ってましたけども、はい、今別に見た感じ普通にね、ラーメン屋っていう感じがしますがね、これ何がそんな。ほら、もうよく見てください。よく見る。分かった。ここ実は近代ではないでしょ。どっかから急に、はいはい、違う。違います。実はここスタッフさんが全員近代の学生さんなんです。これ本当ですか。そう、変わっているのはスタッフ全員が近代生ということ。早速、近大生が作った近大おすすらんかのラーメンをいただきます。いただきます。はい、いただきます。これもやっぱ大いに混ぜて、はい、ということですね。混ぜそう。あ、すごい。よく混ぜて。うん、うまい。うまい。いいですよ、これ。いや、このミンチと麺も最高ですね、これね。へえ、これはうまいわ。続いてジャックポットがいただくのはこちら。真田さん結構混ぜそば好きです。あ、そうなんや。はい、多分うるさいと思うんですよ、混ぜそばに。うるさい。今混ぜて一番うまいです。冷静に言います。冷静に一番うまいと。失礼しますよ、真田さん。卵、はい、反対派なんですよ、混ぜそばで。あ、おいおいおい、どうですか。どうですか。いや、これはもう卵が計算されてる混ぜそば。合わさって合わさってもう出来上がる混ぜそばですね。で、改めてちょっとお聞きしますけど、はい、お二人は学生さんなんですよね。はい、大生です。で、学生さんがこの学内でお店をやってるということでいいんですか。そうです。はい、近大にその学生飲食店企業支援プロジェクトっていうのがありまして、はい、それで大学側にその初期設備等を支援してもらって、僕たちはラーメン屋を経営しています。こちらのプロジェクトの他にも、学生の起業に力を入れる近大では、近畿大学発ベンチャー企業を生み出す拠点として2022年に近キュバベースキャンプを開設しているんだそう。え、これはあれですか、もう卒業しても俺はやり続けるみたいなことじゃないんですか。卒業したらもう3代目後輩ですねに譲ることになります。あ、これもう店長として、これ料理長としても任期が決まってるみたいな。1年です。1年。はい、はい、これ熱い1年になりそうだ。はあ、どうですか、これ将来的にはね、今後の夢。将来は僕は飲食店をその開業したくて、その近大おすすらんかを、まあ、卒業っていう、卒業してからはその飲食店修行という形でどっか勤めさせていただいて、まあ、いずれかは自分のお店を持てるようになればいいなと思っております。料理長は。僕もですね、やっぱ将来は料理人になって自分の店を持ちたくて。すげえ、最高やん、近大。今後頑張っていただきたいと思います。ありがとうございます。ぜひまた独立してね、はい、また取材に行かせてください。